はい、こんにちは、グランピーの池田です。今日は、ペイントの、ちょっと可愛いのが出来上がりましたので、そちらをご紹介します。こちらです。はい、ちょっと小さいんですけれども、ドンと下がっていただいて、お子さん用の自転車ですね。東京バイクの、自転車なんですけど、それをグランピーペイントで、ペイントしたというのが今回のバイクになります。これは、お子さんが好きなキャラクターがあったそうで、それのその周りのお花をちょっとイメージして塗りましたと。こんな感じです。見えますかね。こうフレームにこうお花をポン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 と、今回ペイントやりました。単色での、ペイントっていうのは結構、ご依頼が多いんですけども、こういう、ちょっと凝ったカスタムペイントもお受けしております。で、これが、全部で、今回お受けしたのが4万5000円ほどになります。で、こういうカスタムペイントっていうのがですね、まあそういう模様ですとか、車体の大きさ、どういう色をするのかによって、ペイントする価格はだいぶ、上下してしまうんですけれども、こういう他にはない模様も、作れますよという感じです。かなり可愛く、彩りもよく出来上がってきましたので、これは一度紹介しておかないといけんなというので、今回紹介しております。で、まあ、この東京バイクに、ピーターポロバスケットですね、あの木のバスケットをつけて、まあ、これで一応完成という感じで今回、やりました。はい。で、こういうカスタムペイントも、できますし、あと傷の補修というのも、グランピーペイントで受けております。それも一緒に、ご紹介しましょう。お花のペイントはちょっとこちらに置いておいて、今ちょうど、傷を補修したいという方の、ご依頼を受けたものがありますので、どういうふうにやっていくか、ちょっと紹介しましょう。こちらです。です。ですね、これが、お客さんから今預かっている自転車ですね。綺麗に仕上がったロイヤルノートンという感じです。で、よいしょ、分かりますかね、これ。よいしょ。こういうところにですね、やっぱり使っていくと傷がつくんですよ、自転車って。で、こういうところにこう擦り傷がピッと入ったりですね、これですね、こういうのとか、あとこの辺りわかりますかね、これ。こういうのとかですね、ここの上のこういうのとか、こういう細かい傷も、もちろん傷の補修として、修理することができます。で、基本料金は今、8000円からと、なっているんですけども、ひとまとまりですね、だいたい、まあ、例えばこの辺りにこうひとまとまりであれば、これ一つの、箇所として、お受けできます。こんな今回みたいな感じで全体的に、小傷がピッピッピッと入っている場合は、まあ、プラス、その箇所によって、料金が、変わってくるんですけれども、近くの場所だったら基本的に一つで、全部やっちゃいますよというものになります。で、これも、まあ、フレームのツヤが、あるかないかとかですね、メタリックの色なのかパールの色なのかっていうので、ちょっと料金が変わると感じになります。で、今回は黒森フレームなんですけれども、
アルミのものでもいいですし、カーボンの、フレームでも、傷補修はお受けしておりますので、自転車のフレームにある傷がちょっと気になるという方はぜひ、一度ご相談ください。で、さっきの、カスタムペイントみたいにですね、全部を塗るという場合は、色見本から選んでいただくか、何かこうこの色に塗ってほしいという現物を持ってきていただければ、その色にペイントすることができます。あのメールでお問い合わせも、あるんですけども、あのパソコンでこう画像を送ってきてですね、この自転車と同じ色にしてほしいというのも、あるんですけど、その画像を開くパソコンによってですね、色が全然こう変わってきますので、遠方の方、ご依頼、される方はぜひあの現物ですね、何か色見本、まあ、例えばこれ、例えばこのポンプのこの黄色に塗ってほしいとかですね、っていうのも、嬉しい時ですね。こういうのとか、まあ、こういうのでもいいですね。まあ、このバーテープのこのこういう色がいいとかですね。で、依頼をしていただければ、まあ、間違いないかなというところでございます。で、ですね、黒森フレームの場合はちょっとした、へこみも、直すことが、できます。ちょっと持っていきましょう。よいよいよい。見れますか。ですね、まあ、あのもちろん傷を、見えないように補修するっていうことなんで、まあ、例えばこの新品のパイプと比べて、強度がとかそういうことじゃなくて、まあ、パッと見綺麗にまるで新品のようにっていうふうに直すことができます。例えばこれ僕の自転車なんですけど、こういう傷もいけるというので、これですね、ここだいぶこう引っかいてちょっとポコッとへこんじゃってるんですけども、こんなんも、直せます。これはあの宮島にキャンプに行った時に、鹿にですね自転車をこう引っ張られてこれバーンと倒れたんですけど、そこにこう脊柱があって、そこに、まあ、クリーンヒットしたっていう傷なんですけど、こういう、思い出深い傷もキョロッと、直すことができますので、ぜひぜひ一度、検討していただければと思います。はい、ということで、今日は、カスタムペイントと、傷補修の、ご紹介の、動画でした。では、今日はこの辺りで終わります。どうもありがとうございました。